まっすぐな道、日田道ということから日立という名称にしたということですと。でこちら側は、福という字ですかね、昔の判子です、公式の文書に押す判子になります。この大和武尊という人物はおそらく聞いたことある方だ、皆さん聞いたことあると思いますけれども、まあ要するに伝説上の人物になりますので、本当にこの人が実在していたかどうかというのはなかなかちょっと難しいところです。不運の王子といいますか、物語としては非常に取り上げられやすい人物なんですけれど、まあ、そういった不運なところを、海から遠く離れたところに海でできた丘がある、じゃあ誰だって言ったらでかい人しかいねえだろう、こっちの手で海で取って食べて、こっちの手で捨てればでかい人だから、こんなに海から離れてるのにここに貝がある理由もできるだろうって、多分誰かが考えたり、いろんな話が混ざったりして伝わってるんだろうと思うんですけれども、うちが普通の人のね、庶民の食べ物になります。玄米にお吸い物にひじきと豆の煮物ですね。まあ一汁一菜みたいな感じですね。まあ偉い人になると思いますけど、まず米が玄米から白米になるんですよね。でいろんなフルーツなんかが出てきたり、まあ、お魚が出てきたりします。日立和国ふどきは東日本でただ一つの国ふどきですので、この機会にですね、ぜひ会場に足を運んでいただきまして、この世界の方を知っていただければと思います。